で、お父さんは、もともとは東京におられたの？18からですね。18から、はい、何年ぐらいやったんですか？8年ですか。あ、結構やってたんですね。で、向こうでパティシエやったと。そうです、向こうでずっとパティシエ、はい、で、向こうで8年ぐらいやられてて、はい、で、まあ戻って来られたのがいつの時なんですか？ちょうどもうすぐ2年ですね。なんか戻ってくる時なんかあったんですか？なんかあれは。まだ戻る気はなかったです。まあ外国にも行きたかった。はいはいはい、はい。っていうのもあるし、まだ僕で他のところで勉強したかったっていうのもあるんですけど、まあ結婚して、まあ、そういうタイミングもあって、あ、なるほど。流れに身を任せてみようかな。この年で店を出すとかあんまりないらしいんですよ。あ、そうなんだ。だから嫌だったんですよ。ぶっちゃけ、ぶっちゃけね。この若さで店を出してくれ、この会社が出すんですけど、責任者は自分の方で、そうですね、お菓子を作れるっていうのはあったんですけど、まだダメでしょう。普通のなんか一般的な業界だと分かっても自分で出すっていうのはなんかそんなおかしくない気がするんですけど、パティシエの業界っていうのはあんまりいないですか？若くして出すっていうのはほぼいないですね。早くても30半ば。それやっぱりなんでなの？時間がかかるってことですか？いや、お金がかかる。なるほど。あの、開業資金に、はい、お菓子屋さんは美容室とかは多分700、800万出したらいいですよね。まあ、飲食店もレストランとかも割と安い、はい、うん、お菓子屋さんって3000万ぐらいかかるんですよ。え、何かかるんですか？機材、機械。そうだよ。安い、あの、最低のもの2,3000万か。機械っていうのは何の機械なんですか？オーブンもそうだし、ミキサーもそうだし、オーブンだけでじゃ300万、ミキサーで100万、なるほど、パイのせやつで100万とか、それでももう何百万単位でやるんじゃないかって。はあ、もうそれがないとそもそも作れないから、それはもう、いや、手作りでもできるんですよ。はい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 、手作りだともう墓が据えてるんですよ。作れる量が、はあ、それだと商売として成り立たないので、そういう機械を入れていかないと商売としては成り立たないんですけど、でも最初から3000万を追い込むとみんなリスクで怖くてみんなできないんです。はい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 、はい、売れるかもわからないのに最初から3000万を借金しないといけない。そうっすよね。いやー、かなりオープンするんですよ。でも3000万どころじゃないですか。めっちゃ勝負に出てますね、ここの兄弟。ほんじゃ今日、まあ、この会社がですね、ねえ、そうです、この会社が会社すごいですから。借金だけすごいやばい。でも返していくのってもう全部自分が背負ってるものだと思ってるので。そうっすよね。会社が背負ってるんですけど、もう腕しないっすね。そうそうそう、音音です、音僕の借金を。そっか。でも手作りはやめたくない。手作りでいかにある程度量産もできるやつがあって、でも味も落とさずに。あ、でも僕よく分からないですよね。まあ手作りと家で機械も使うわけです。そうそうそう。何を持って手作りで、はい、何をどっかのラインがあるんですかね、あれ。じゃあ、まんじゅうがあるんですね。はいはい、まんじゅう、うん、まんじゅうを、じゃあ、あんこは機械が、まあ、道具は使うと、はい、であんこ食べる、で、生地も練るじゃないですか、はい、練るのは機械で練るんですけど、でも、包むのは手作りで、はい、で機械で蒸して、それ手作りです、でも大きいところは饅頭、あんこ包むの、あんこ炊くのは機械になります。はい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 、で、機械勝手に炊いてくれます、あんこに。で、饅頭もあんこをと生地を入れたら勝手に包んでくれます。はい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 、はい、なるほど、で、それがもう機械。なるほどね、なるほどね。機械と手作りのその何が違うって言ったら、手作りは何でも配合が、ちょっと生地が柔らかいとか、はいはい、あんこが柔らかいのを手作りだと作れるんですよ。でも機械って機械に合わせた商品開発になってくる。なるほどなるほどなるほど。なので味の追求がなかなかできない。ああ、そのある程度狭い範囲での味の追求しかない。はい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 、深く掘り下げるってことですね。機械に合わせて、だから生地が柔らかすぎると機械がもう持てないから、あ、生地を固くしないといけない。だから味はそこが、そこで妥協をどんどんしていかないといけないので、機械化すると。でも量産に入るんだったら、お金も検出だったら、まあ、それをしていかないといけないですよね。だからどっちが別に俺悪いとかいいとかはないと思うんですけど、自分がどっちがやりたいか。確かに。オープンいつでしたっけ？ 6 月末ですね。ワクワクします、やっぱり。怖いね。怖いな。
いっていうか、いろんなことが山積みになってて問題が。ああ、そうなんだ。例えばどういう問題があるんですか。まあ、こういう、まあ、レストランとかお菓子屋さんっていう業界っていうのはすごくブラックで、そうなんまあ、労働時間、まあ、東京で働いてる時は朝5時に出勤してきて朝の3時に終わるとかですね。そうやな。で、シャワー浴びに帰って、すぐ来て、家で寝るの怖いから、シャワーだけ浴びに帰って、すぐ来て、あの厨房の床で寝る。だから結構やっぱ精神的におかしくなる人がいっぱいいるわけですよ。で、やめていく人はもうたくさんの山ほどいるし、僕の場合は別にそういうところ、すごい上の人にも知っている感じのタイプだったので、大丈夫なんですけど、ま、ちっていうタイプだった。真面目な人ほどやめていきましたね。なんでそこまでやらされるの。でも結局手作りってお菓子ケーキって時間がかかるんですね。その辺をだからやり自分もやりたくないし、従業員にもやらせたくないんですけど、でも手作りは守っていきたいっていうのの、このバランスですね。今日本だとケーキが1個、まあ、400円か500円ぐらい。海外ってケーキ1個900円とかなんですよ。高いそれ確かに。韓国とかもそうですし、ヨーロッパもそうなんですよ、それってもう手作りだからそうなんですよ。でも本来はだったらそこまで上げないとやっぱりきつい。ああそうなんや。手間をかければいい。だから普通の僕も嫌なんですよ。結構僕手でお菓子も材料とかいいものを使ってるんですけど、それを400円でしか売れないと。意外とだって普通のお菓子屋さんで、全然材料いいもの使ってないところで400円で売ってるわけで、要はそれが相場だからいいんですけど、でもそれと一緒にはなりたくない。なるほどなるほど。じゃあどうやって付加価値を、でもお客さんにこれいい材料使ってますよなんか言ったって分かんないじゃないですか、お菓子で。だから違うところで付加価値はつけていただいて、もういい材料とか味はもう美味しくて当たり前で、他のところでどう付加価値をつけていくか。だから接客もそうですし、ただケーキ屋さんでショーケースの後ろに売り子さんが立って、ただお客さんが選んで、ただそれ言われたやつを取ってお金の受け渡しで終わりじゃなくて、その一つ一つのケーキに対してのストーリーとかを全部接客の人が話せるようになっていかなくちゃいけないし、ちゃんと会話が生まれないといけないし、そういうちゃんとそういうところで価格を取っていかないといけない。なるほどね。真面目ですよね。真面目ですよね。僕がかかった。真面目にならんだね。そうだね。どうなるんどうなるんですかね。今度どうなるんですかね。むっちゃ根本論聞きたいんですよね。なぜその、まあ、この会社でね、出そうと思ったんですか。もともとやっぱり、まあ、アイスから始まったんですけど、もともとだから農業が軸にはあるんです、だからそもそもアイスも農産加工品で、農産つまないとやっぱり成り立たないと思ってんで、だからまあ農業が軸ではあって、それからやっぱ加工してで販売する場面っていうのが今までなかったんです。なるほど。そこを今回、まあ、次の段階で販売する施設も作る。なるほど。そこでまあ元々パティシエだと。生産、加工、販売ね。だから本当は集大成、一つの集大成なんですよ、本当のお店は。どうなるかなって言ってますけど、まあみんなには見とけよっては思ってますので、そうですね、みんな絶対不可能って言われてます。不可能を可能にする男ですね。